ダニエル・トーマス・マーフィーは、アメリカ合衆国フロリダ州、デュバル郡ジャクソンビル出身の元プロ野球選手。右ト左ヒ愛称はマーフ。ニューヨーク・メッツ時代2006年の MLB ドラフト13巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。2008年8月2日に、マーロン・アンダーソンの故障者リスト入りに伴い、メジャーに昇格。 この年は49試合に出場し、少ない打席数ながらも、313の高打率を記録。2009年は一塁種のレギュラーに定着し、打率266.12本塁が63打点と、まずまずの成績を残した。2010年は、スプリングトレーニング中に十字人体断裂をし、シーズンを全休した。二千十一年は二塁手のレギュラーとして、 出場し続けていたが、アイク・デイビス、デビッド・ライトの故障により、一類種、三類種としても出場した。しかし、シーズン後半、ブルックス・コンラッドの盗塁を阻止しようとした際に、左足を負傷。最終的に109試合に出場し打率、320を記録した。2013年8月26日から9月1日にかけて、 7試合の出場で29打数13安打、5二塁打、7打点、2盗塁などの成績を残し、プレイヤーオブザウィークを初受賞した。2014年1月17日にメッツと570万ドルの1年契約を結んだ。前半戦は好成績を残し、自身初めてオールスターに選出された。2015年は二塁手、三塁手として130試合に。 出場し、これまでとは異なる質の成績を記録した。打率、281.14本類が73、打点という打撃成績を残したが、3年連続で80以上だった三振が38まで減少した。総塁面では、3年連続2桁投塁を記録していたが、2投塁、2投塁差しに終わった。チームにとって9年ぶりのポストシーズン。 ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズでポストシーズン初出場を果たし、第1戦でドジャースのエースのクレイトン・カーショーから先制本塁打を放ち、勝利に貢献した。その後、第4戦、第5戦でも本塁打を放つなど活躍した。シカゴ・カブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、全4試合で本塁打を放つなど、17打数球安打、4本塁打。 6打点の大活躍で MVP を受賞した。また、ディビジョンシリーズからチャンピオンシップシリーズにかけて、ポストシーズン6試合連続で本塁打を放ち、カルラスベルトランの持っていた歴代記録を更新した。カンザスシティロイヤルズとのワールドシリーズでは、一転して打撃不振に陥った。5試合で20打数3安打、7三振などを記録し、第4戦、第5戦では、 試合終盤で失点につながる失策を喫した。この年のポストシーズンで記録した7本類打は歴代2位体だった。オフの11月2日に FA となった。ワシントンナショナルズ時代2016年1月6日、ワシントンナショナルズと3年3750万ドルで契約を結んだ。シーズンでは昨年のポストシーズンの勢いそのままに開幕から打撃が覚醒し、 4月は月間打率370、5月は416の活躍で5月の月間 MVP にも選ばれた。リーグ首位打者を維持したまま前半戦を終え、前半戦は打率348、キャリアハイを更新する17本塁打を記録した。また、選手間投票で自身2度目のオールスター選出となった。シーズン終盤に全部を痛めた影響で、 9月20日以降は、欠場が続いた。10月2日のシーズン最終戦に、代打で登場し、この打席でアンダを放てば、DJ ルメ名誉を抜いて、打率リーグトップに立つという場面で、ライトフライに倒れ、結果ルメ名誉とは、打率一輪の下でタイトルを逃した。それでも142試合に出場して打率。347.25本塁が、104打点。 いずれもリーグトップの47二塁打、長打率、595を記録。ブライス・ハーパーやライアン・ジマーマンらの調子が上がらない、中手法として地区優勝に貢献した。シーズンの MVP 投票では、クリス・ブライアントに次ぐ2位となった。オフの12月29日に第4回、ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明した。 2017年はシーズン開幕前の2月9日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。同大会ではマーフィーは二塁手としてイアン・キンズラーの控えだったため出場機会は少なく一安打すら記録できなかった。アメリカ合衆国は3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し初の優勝を果たした。シーズンでは 昨年同様に開幕から好調を維持し、前半戦をリーグトップの打率、342として2年連続でオールスターの先発メンバーに選ばれた。最後まで首位打者争いを繰り広げたが、8月にやや数字を落としたこともあり、チャーリー・ブラックモンに交わされて2年連続で打率はリーグ2位だった。144試合の出場で打率、322、 23本類が93打点を記録し、ハーパーやジマーマンと並んでクリーンナップを形成しチームの地区優勝に貢献した。2018年はオフシーズン中に膝のマイクロストラクチャー手術を受けた影響で開幕から60日間の故障者リストに入った。6月12日に復帰した。シカゴカブス時代2018年8月21日に マイナー選手1名と後日決定条件とのトレードでシカゴカブスに移籍した。計91試合の出場で打率299、12本塁打、42打点を記録した。2018年12月21日にコロラドロッキーズと2年契約を結んだ。2019年は132試合の出場で打率279、13本塁打。 78打点だった。2020年は40試合の出場で打率。236、3本類打16打点を記録した。オフの10月28日に FA となった。2021年1月29日に現役引退を発表した。ありがとうございます。